まずはジャイアンツの先発沼田、東京ドームのマウンドに上がります。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。今シーズンの交流戦、今プレーボールがかかりました。さあ今年の優勝チームはどこになるんでしょうか。初球わずかに外れてボール。スライダーできました。外に決まりました。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている太田。沼田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは沼田、そしてキャッチャーは住谷。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには3番近藤。ヒットでランナーを一塁に置いています。打者の内角をえぐるような投球でした。インサイド、センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。センターフライです。バッターボックスは4番中田。ツーアウトになっています。際どいコースに送ってストライク。スライダー外れます。ストライクを取ってこれで追い込んだ。見逃し三振、いい球を見せました。まあ長打を警戒するときは基本的には低め勝負でしょうね。2回の表、追いかけるファイターズの攻撃。5番バッター渡辺。ジャイアンツ1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいと。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには6番平沼。沼田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。空振りです。ファウルです。変化球で空振りを取ります。ご覧いただきましょう。際どいコースに投げ込んできました。三振です。バッターは7番に入っている清水。ツーアウトランナーありません。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。2球目も決まります。内へのボール外れました。内へ低めに変化しました。打ちました。これはどうだ。飛びつく、取った、アウト。スーパープレイ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライク。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発のロドリゲスが打席に入ります。ピッチャーの打席ですけど、雑にならないようにしたいですね。そうですね。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター西川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。スライダーできました。ワンボールツーストライクです。ボールになります。さあ5球目は何か。打ち上げてしまった。この打球はフライになっています。沼田抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わって4回の表、追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックス太田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ジャイアンツ1点リードで迎える4回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあここから落ち着いて自分のピッチングができるかですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。打ちました。これはどうか。破りました。センター前。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。
ここはうまく打ち返されてしまいました。打順は3番近藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。素晴らしい投球を続けています。里崎さん、ハイペースで三振を積み重ねてますけれども、そう、まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。変化球で空振りを取ります。インサイド変化球決まっています。見送ってストライク、あっという間にツーストライクです。引っ張った、サード取った、一塁へ、アウト。際どいタイミングでしたが、スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたが、ファイターズ得点には至りません。